ケンビーです。今回は、ネアンジャック町の出現率が超アップすると言われている、マルチ推奨説。マルチが出やすい理由について解説していきたいと思います。私自身も、日頃、ソロではなく、マルチで運極達成しました。そちらのね、周回方法について詳しく解説できます。これからお話しする話に関しては、もう信じるか信じないかはあなた次第です。もう参考程度にご視聴いただければなと思います。またオカルト言ってるだろうと思うくらいで、まあ見ていただければなと思います。ソロだとハマり、マルチだと出やすい。こんなことを聞いたことありません。なんでか知らないんだけど、ソロだと結構ハマって、マルチだと出やすい。そんなことありませんか？私自身が非常にそういったことを経験しましたので、今回動画としてお届けしております。なぜマルチだと出やすいのかというのをこれからお話していきます。その前にですね、遭遇率どんな感じなのということで、周回数687回で遭遇数が80、遭遇率が 12.51 です。こちらの結果を見て皆さんは出てますか？この結果に対して出てるのかな？さらに出てるのかな？それともこれより少ないですか？意見をね、ぜひコメント欄とかで教えてもらいたいんですけども、この遭遇率っていうのが、マルチでやった時の遭遇率です。比較的にですね、刹那、無料回数とかと比べてですね、非常に出やすい遭遇率となっております。刹那は 4%、無料回数はまあ 8% ぐらいとは言われておりますが、それを上回る結果となっております。これはなぜどういったことが起きたのかというのをこれから紹介します。どうやって周回してたのかということなんですけども、基本4人マルチ。まあ、たまに3人の時もありましたが、基本4人で回っておりました。今回はスマートフォンを用意して、そのマルチ状況について解説していきます。これで周回してて、ホストが出現した場合、この出現した時に、次、ホスト入れ替わります。2P もしくは 3P、4P、まあ、どれでもいいんですけど、このホスト変わった時に、また出現。そして、また出現。また出現ということで。これ、4連続で出たんですよ。これが本当に一定確率で抽選してて、たまたま運が良かっただけかもしれないんですけども、このマルチ推奨説を使えばですね、なんと4連続で出る可能性がある。これなんでかというとですね、こういったことが起きてるんではないかなという、あくまでも推測なんですけども。まあこういうふうに、まあマルチをするわけじゃないですか。こういう感じでマルチしてるときに、一品がずっとこう、ホストしてて、なかなか出ないときってないですか？例えば、マイスポット四方75持ってますと。そういったときに、ずっと一品がずっと張り続けるってことないですか？そうなると、なかなか出なかったりとかすることがあるんですね。ただ、このマルチ推奨説を使っていただくとですね、まあ、いつもと状況がちょっと違うよ、ということがあります。これはどういったことかというと、この4人でマルチしてるときに、ホスト側だけが、涅槃弱聴 EX の抽選をしてるっていうわけではない。どうやら。うん。まあ、体感なんですけど。こう、回ってるうちにですね、2P、3P、4P と、こう、順番にね、こう出たりするんですね。ただ、この出現したやつが、ゲスト側もずっと抽選されてて、一旦出現したよというフラグが立ったときに、ホストが変わったときに、出てるんじゃないかなということです。はい。ゲスト側が出演した場合、ホストした時に出現し、さらにまた入れ替わって、さらに出現していくという形でやって、私は運極にしました。こうすることによって、かなり出現率上がりましたので、皆さんもぜひやってみて、これで涅槃弱聴運極しやすくなると思います。はい。といった感じで、今回は、涅槃弱聴のEX マルチだと出やすい説について解説してみました。ぜひぜひ参考にしていただければなと思います。最後になりますが、ご視聴ありがとうございました。ケンビーちゃん、高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。